はい、ということでございまして、もう、今日はね、1週間ぶりのスプラトゥーンということで、まあ、黒デコでやっていきたいんだけど、ちょっといろいろあってね、まあ、いろいろとか、法事なんだけど、法事行ってましたね、北海道行ってたんだけど、で、俺なんか動画をね、もう、撮った瞬間にアップロードするとか、バカなことしてるせいで、そう、そのせいで1週間くらい動画なくて、ちょっとこれから、ちゃんとストック貯めていくわ、マジで、ストックを貯めてから動画、なので、まあ、3日前ぐらいの動画を投稿するみたいな勢いでやっていきたい。ちゃんと V ストックは貯めないとダメなんで、そんな感じでやっていきたいんだけど、まあ、黒猫ということで、この武器絶対久しぶりに使う武器じゃないよね。じゃあ、弾が全然当たんない気がする。これバレてる？バレてない？バレてそうな顔してる。助けて！いない、俺いない、いるいない、あ、でもやっぱいるかも。いますよ、俺はここに。オッケー、危ねえ。助かった。何今の。はいはい、で、もう一回やる。あ、おららら、よし、耐えていくよ。あそこで耐えれるんだね。オッケー、あげる。なんだ、めっちゃある。あいつはあさり落としてたか。あ、これ全部入れたいが、ちょっと待って、一回生き残って、いや、いける。で、はい、大王位か、溜まって、もう大王って言っちゃうね、これは。もう今日は大王の日。はい、ノーチ、待て。おい、お前、おい、伸びた、やばい。うっ、オッケー、伸びたクラッシュで、伸びたから一回右行こう。右行って、はい、ちょっと、うん、さあ、黒弾当たんねえな。すいません、ギア開けします、実は。黒なんだけど、ちょっとギア開けしながら実況撮って、ただいける。黒は多分、ギア、いや、ギア大事か。ね、メロン君がスパタン黒試してるらしくて、俺も今スパタンのギアを開けてる。今01ね。01だけど、まあ、後々03ぐらいにする予定。なんか強いらしいね。でも、まあ、強さわかるよ。多分、シールドで前出て、イカとかで前出て、めっちゃヘッド稼いだ後に帰ってくるみたいな。黒まだ生きてんの、相手。お前、生き残りすぎたら、まあいいや。これ入れるから、入れた後にこの帝王イカムーブが強え。さあ、ロングバス、あ、ゴギガン言うて、お前もガギゴン言うて、で、あいつあそこノーチ出す、もう橋かん、あ、どうも、飛ぶ。でもこれいけんじゃない。勝てる。たん、いや、ちょっと待って、そこ任せる、俺がヘイト稼ぐ、入れてくれ。うわ、ごめん、早く死にすぎた。安くする、お前が世界を変えてくれ。あと2個入れたら世界は変わる。そんな感じ、世界はそんな感じです。お願いします。いや、3つ持ってくる。いや、惜しい。まあ4までいったらね、相手圧かかってるでしょ、大体。いや、いける。黒手はやるしね。で、ニオチ入ってる。ここいない。一瞬見えた気がしなくもないか。いないか。いや、いだそう。オッケー、任せろ俺に。ほい、オッケー、任せた。ナイス、任せ。いいね。で、そこノーチ、お前ノーチの方が多分長いん、いや、同じかな、わかんない。射程多分同じぐらいなんだけど、連射速度と人速の差で多分ノーチの方が長く感じてるんで、いますよね、オッケー。で、ノーチラスに、まだいいのか、お前。やばすぎ。はいはい、ここ。なあ、あいつ立ち向かいすぎやろ、おい。無限ズハンド覚えるぞ、そのうち。どんだけ立ち回ってくんの。入れる。入れるわ。はい、ナイス。さあ、調査目ということで、この前ね、空気清浄機買ったんだけど、もう、足元に置いてんだよ。うるさすぎて、さすがに実況撮るときは切ってんだよね。で、なんか、普通のときは青で、で、ちょっとやばいときは緑で、めちゃくちゃやばいときは赤色になるんだよ。ブーンってめちゃくちゃ騒ぐんだけど、マジで俺の、間違えて俺の足置いちゃったんだよ。マジで赤色になって、慣れたよね、なんか。すげえ赤色になりやがって、あの野郎。どこが空気に悪いじゃんって感じなんだけど、さ、プライムシューター。プライムと黒ね、まあ、黒のが長いんだけど、どうだこれ、タイミング有利なのかどっちかわからん。やばい、ちょっと久しぶりの実況だから、喋れん。ろれつが回ってるけど、なんか、詰まる。言葉に詰まる。まあ、全部花粉のせいだね。うん、マジで、あいつ、エイタは香水のせいにするし、俺は花粉のせいにする。あいつのが悪いよな。ね、香水のせいって意味わかんねえだろ、普通に考えて。なんだろう、男。いや、足元濡れた。黒5発くらいやったら足元濡れないんだけど。ちょ、足元濡らないで、お前、その9番モード。左いる？あ、いないか。やれそうだけど、ちょっと、パブロ当たんねえんだよな。まずい。おい、お前、無理か。ほどか。はい。OK、一発。いや、いいね。弾でいけ。この前気づいたけどさ、黒って一発62じゃん。ウィーバのジャンプ値、やば、俺悪評積んでない。で、黒って一発52じゃん。あ、じゃあ62だ。変わる。10減ったんだけど。62で、洗濯機が爆風38だから、洗濯機と黒がいたら、ちょうどぴったり100になるんだよね。これ取ってください。あ、ごめん、取れんか。いや、待って、置いとく。頼む、俺が手をで、圧かけてくるから、取ってくれ、頼む。届け！ふん！いや、マジか！重すぎる俺の体。待って。何の成果も得られませんでした。でかいだけで、オッケー。俺生き残るわ。任せろ。生き残るとった。はい。57ね。
いや、いいんじゃないですか。なんか、ガチアサリって最近ね、1個しか入んない時が多いんだよ。1個入って終わるみたいな。いや、これ自分のチームだけだから、自分のチームは1個しか入んないのに、相手のチームはめっちゃ入るみたいな現象がね、あれと同じだね。まあ、忘れた。忘れました。やばすぎ。ナイスだ、後ろある。助けてくれ。何すんだ、お前ら。やばい、地獄すぎる。あぶね。やってることやばい、そのトルネードは。あー、プリプリタイムしてる。まずい、あと1個。止めれそう。あと1個入れられたらリードだけど、リードはされたくないが、無理だな。そこそこそこ。いや、まあ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 。あえてね。あえまくるよ、もう。全然あえてリードさせたと言っても過言。ここらいない潜伏いそうだけど、いいか。はいはいはい。届け！いや、無理か。いいな、なあ、なあ！あと1個頼む。ナイス！でかいでかいでかい。よしよしよ。リード入った。リード入ったか、あいつが、あーと、やられそう。いや、オッケーオッケー。任せろ。潜伏挟むわ。なんだ、そのボム。天才おる。あのファブラ天才だろ。やばい、ボムがうますぎるんだけど。ボム多くね？ファブロ、ギア見ね。ファブロ、サブインク積んでるよな、やっぱり。ボム多すぎたもん、あいつ。めちゃめちゃボムラーだわ。すごすぎ。やばいやばいやばい。俺のスチールとか機能しね。登ってくるか、ちったか。ここにいるときはなんとかなる。いや、マジでボム多い。やめて。えぐい、動けない、ここから。登ってこい。やったね。どうしよう。いや、待ってくれ。ここではどうしたらいいんだ。な、やばい、やばい、やばい、いる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 、ルルルルル、おおろろ、はいはい、もう吐くわ、これ。はいはい、待って、待って、おら、おら、オッケー、バーキゴン言うて、すっつき刺さってる、おら、あ、こんにちは。いや、相手、うまいな、アサリをね、ずっと保持してんだよ。あの、落ちたアサリを絶対に取ってるから、無限にチャンスが広がってる。うますぎ、これ。やっぱ、マジでボム多い。来んな、お前。おわ、危ねえ。あ、ここ、ここ。プライムいるけど。いやー、なぎ、あいつらメインで戦ってこねえ。一生、あれ、ポイセンとボムで。あの、パブロ。おっと、俺、寄れてない。もちろん。ナイス、ナイス、ナイス。オッケー、任せろ。はい、はい。ノーチラショット、強いんだよな。ノーチ対面挑いたら、挑んだら、大体負ける。大体、大体負ける。大体、大体ね、大体。勝っていく。負けていく。守りきろ。とりあえず守りきったら勝てる。そのガチアサリさえ落とせば、相手のゴールに1個あるから、何の成果も得られん。いや、でも落とすことが大事。耐える耐える。もうシールド置きまくるわ。来てみろよ。ちょっとイカが、手よいか溜まるまでは。はいはい。あげるあげるあげる、シールド。あ、いい、よいしょ。はいはい、オッケーオッケー。えぐすぎ。やばいかも。一発。インキがない。まずい、まずい、まずい、まずい。激まずすぎる。いや、時間ないんじゃない？めっちゃある。やばい。入ったし。ナイス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 。やばい。でかいでかい。オッケーオッケーオッケー。やれやれ。いいえ、もう引かせろ引かせろ。いや、こっち見た方がいい。アサリ見た方がいい。絶対。ファブルとか来る。うわ、ナイス、危ねえ。はい、ということで、ナメロなんですけど、ナメロちょっとね、お互いにアサリが入んなすぎて、さっき6分ぐらい戦ったわ。延長長すぎてさ。いや、でもこの編成ならずっとノーチラスいるんだよね。いや、ノーチラスガチで対面きつい。黒デコといえど、なんか射程で押される。射程、まあ、人速なのかな。射程はほぼ同じだから。人速の差で押される。見てこの黒デコのね、もう人速の遅さ。すごい遅い。やばすぎ。はいはい。トーピードもちょっとだるいね。黒デコ弾数少ないから、トーピードが意外にきつかったりするんだよね。ただ、さすがにスパッタリは射程でご利用せそうな気はする。なんか当たった？いるよね。おー、あぶねえ。よしよしよし。で、これはね、一回帰る。オッケー、スパターン、なんと、もう03ついたんで。オッケーオッケーオッケー。スパターン03黒が、強いらしいです。はい。わからん。使い方がわかんねえ。スパターンってそう、強いんだけど、ちょっと、使い方はむずいよな。うまく使いこなせないというか。なので、俺はちょっと、まだ、慣れないかもしれない。ほら！はい、うんだけショット。オッケーオッケーオッケー。うんだけいすけと申します。どうも、イェーイ。痛い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 。やめて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 。まずい。いや、ここへ耐える。耐えます。耐えれません。いやー、どうしようか。左おります。のち！やったね！こっち来い。いや、シールド置いていかないと。おっと、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 当たんない、当たんない。おちょ、おちょ、おちょ、やばすぎ、やばすぎ。マジでむずい、この武器。ちょっと前出ようか。黒は絶対前出た方が。いや、オッケー。ジャンプ地今日めっちゃ強えな。アクション強化ゼロなんだけどさ。なんだなんだ
え、何？うるしょ？何今の？すんご。いや、ガン無視されてる。いやいや、ここでヘイト稼ぐわ。オッケー、ここでめっちゃ時間稼ぐ。オッケー、あげた。お前、BBD やってんじゃねえぞ。おい、声、チェイスうますぎだろ、お前。ぐわっ。ナイスナイス、味方つえ。なんでこっち。やったね。ちょっと、やっぱ、運だけ殺法にもう目覚めてる、俺。やばすぎる。ずっとぴょんぴょんしてるもん。まあ、それでね、倒すときは一番楽しいからな、このゲーム。理不尽を押してきてる感じがして。やっぱ対戦ゲーっていうのは理不尽を押し付けるもんなんで、もうジャンプ調しまくる。当たっ、オッケー、いいね、今のもいいね。当たんなって、地上打ちの方が当たんないもんだって、今。全部地上打ちだったのに、当たんなかった。てちょっと足元がね。なんかメロン君がさ、安全靴なしでやってるけどさ、無理じゃね？安全靴なしの黒、本当になんか、あのギアって足元塗りが弱い武器はめっちゃ積んで、足元塗りが強い武器はいらない、まあちょっとでいいみたいな感じなんだけど、メロン君、逆にあの、足元塗れねえから逆にもうゼロにしてるみたいな、すごい、すごいことしてる。やだね。俺はね、さすがにないと動けねえわ。オッケー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 。で、そこ。ノッチかよ。やったんねえんだよな。負けたくねえ、対面。よし、オッケー。よしよしよし。でかいでかいでかい。ただ、アサリがないんだよな。まあまあまあ、ここで時間稼ごう。だいぶ、だいぶですね。だいぶやばい。オッケー、危ねえ。で、スパッタリ。当たんねえ。いや、いかはっか。ほら、一発。いや、ちょっと下手すぎ。最近手良いか。当たんない。なんだと。ナイスナイスナイス。よしよしよし。ここを取っとこう。いや、いいね。ここ強え。まずい。いや、これ、スパタン03。早い。いいね。いや、強えな、スパタン。確かに。これは前でヘイト稼ぎまくってこの子にどこ行った？ここ、そこいんの？やばい。ちょっとうますぎやしねえか。な、ちょうますぎない？なに、すごっ。あいつキャラコン天才なんだけど、うまっ。やばすぎだろ今の。あ、まずいまずいまずい。あの5人すべて狂わされてる。すんよ。いや、シールド置いてちょっとヘイト稼いでる感出して、はいはい、一発。で、5人も。一発当ててる。一発当てる、5人。ちょっと、ちょ、早い早い。マジでこいつ逆うまい。何？いや、絶対負けねえよ。対マンじゃ。あー、味方が3人いた。すいません。対3でした、対3。ごめんなさい。やばいな、あいつキャラコン。めっちゃうめえ。もうね、時間ないから。一発当てとる。降りてこい。てて。当たんね。一発なんだけど。オピードだるいな。やべ、うわー、史上最悪のドライブスルー。オッケーオッケーオッケー。あとノーチだけ。これはいけるだろう。相手の陣地にアサリあるけど、さすがに入れてないはず。耐えよう耐えよう。いや、うまい。なんかやば、俺は1分ぐらい何もしてねえ、さっきから死んでばっかりだ。ナイス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 。いや、いけるぞ。ナイスナイスナイス。我々みんなで、でかいでかい、あと5人。いや、あそこだ。オッケー、場所分かった。これはいける。いくらあいつがキャラコン生えたらええ、俺は死ぬ。いけるいけるいける。頑張れ、耐えてくれ。ナイス、時間ないっしょ。いいです。全部銀なんだけど。俺いけ、あれ嘘。まあいいや。ということで、ハートゴールド、まあ炎が好きな人は高評価、ルギアの方が好きな人はグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。それではジャノ。